皆様おはようございます。那須兄さんでございます。はい、今日はですね、なんと済生会病院、新しくできたね済生会病院の前に来ております。はい、なぜ私はここにいるかというと、はい、そういうことです。あのね、今北上で話題になってる高級フルーツ大福というものを買いに行ってきたいと思います。はい、それではちょこっと行ってきますんで、よろしくお願いします。ですね、済生会の前でここに駐車場がそちらにあります。はい、ここを歩いていくとあるわけです。高級フルーツ大福。いや、あるわけですよ。はい、ここです。それでは行ってきます。はい、世の金持ちどもが美味しいと言ってこぞって買っていくという高級なフルーツ大福というものを買ってきました。これです。はい、はい、僕は今ね、もう2時半くらいなんですけど、午後の2時半くらいなんですけど、もうほとんど振り切れてて、はい、みかんとパイナップルしか買えませんでしたって感じで、今から私はこれを、はい、お店に持って行って食べようと思います。はい、ちょっとね、今日はね、天気もちょっと悪いですからね、とりあえずお腹空いたんで、近くにあるモスバーガーでモスバーガーも買ってきました。はい、それではまずお店に向かいたいと思います。それまでお待ちください。はい、ということでお店に着きました。高級フルーツ大福とうとう買ってきましたね。これやばいっすよ。このなんとキノカさんのね、北上に新しくできた高級大福、高級大福ってなんぞやとね、あの世の金持ちの人たちがこぞって買うと言われる高級大福を、わしはね、ちょっと気になってきたんで買ってきました。はい、そして何より那須兄さんは大福がめちゃめちゃ大好きなのであります。はい、好物の一つ大福でございます。そんなね、このね、買ってきました、みかんとパイナップル。はい、なんかね、でもね、俺はね、すごく、まあ全然ね、4種類ぐらいしか残ってなかったんですけど、もうこのね、みかんとね、ほらね、前も言ってパイナップル大好きなんですよ。はい、パイナップルが大好きなんで、はい、それをこれね、食べようと思います。はい、そして皆さん見たくないですか、このみかんの断面図を。はい、そうです、皆さんはこの断面図を見たいと思うんで、私今からこのみかんを切りたいと思います。はい、少々お待ちください。これですよ、これなんかこんな感じで書いてます。エネルギーは154キロカロリーです。皆さん、これの断面図見てみたいですよね。どうなってるのか。こう切ったら、あれですよね。怒られますよね、視聴者さん。やっぱね、みかんということは横から行きましょう。横から。僕はね、カメラを見ながら切りますので、ちょっと怖いです。うお、切れる。さっと切れるね。なんで魚切れねえのに、大福一寸切れんねや、本当に。
いきますよ、皆さん。ででん。これですよ、これ。大福の中にみかんが入ってます。これを僕は食べたいと思います。それではね、世の金持ちがこぞって買うと言われる大福、ちょっとみかんもね、ちょうどいいですもんね。はい。見てください、これ。この、立派ですよね。はい。いただきます。あんこは、あ、でも白あんかなんか入ってんのかな。白あん入ってますね。白あんに、あの餅と、甘くてあのなんつうの、みかんの酸味がちょうどいいっすね。甘みと酸味と、そしてこのジューシーさ、これはうまいわ。だから美味しいですよ。はい。見てください、これ。これすごくね、ジューシー。俺多分大福って言ったら、ほら、いちご大福しか食べたことないんで、ありですね。超うまい。これ、ね、ちょっと高いですけど、これはいいっすね。美味しいです。これはね、すごく美味しいです。はい。すごく美味しかったです。1個540円もしましたけど、他弁のスポーツランチ買えますけど、はい。高級フルーツ大福ということでね、はい。これはね、何かのご褒美で買うとかさ、あとほら、ね、誰かにね、この、これ絶対ね、俺なんかもらったらばね、めちゃめちゃ喜びますよ。はい。すごく喜ぶと思いますんで、誰か何かあった時ね、はい。これ、買って送ったらばすごく喜ぶと思うんで、はい。北上の高級フルーツ大福、木の香さん。こんな感じで、まあね、あれ載せときますんで、あと、メニューも、この後タラタラっと、こう、載せますんで、はい。皆さんもぜひ、贈り物とかね、自分のご褒美で、買ってみてください。最高美味しいです。はい。今日は、高級フルーツ大福、木の香さんの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。バイバイ。まだね、パイナップルありますからね。まだ終わってないですからね。最後まで見ててくれた人ありがとうございます。ナズ兄さん、最後のパイナップル食べたいと思います。でかっ。やばこれ。うまっ。何これ。超甘いんだけど、パイナップル超甘いんだけど、うまっ。半
罪、犯罪ですよね。このこの味は犯罪です。はい、この味犯罪です。はい、超うまかった。美味しかった。超うまい。やばい。ごちそうさまでした。